はい、どうもプラルでございます。本日はですね、コメントでいただいたんですけどもね、またまた面白いキャラクターの方に、ね、見つけましたので、今回ご紹介していきたいなと思います。で、今回はですね、こちら日本版では存在しないんですけれども、台湾版ですね、台湾版の限定キャラクターですね、小籠包のニャンコがいるんですけれども、そちらの狂乱バージョンが存在するということでですね、今回こちらの方をご紹介していきたいなと思います。では早速ね、ご紹介していきましょう。まずこちらですね、狂乱の小籠包にゃんこ、これ進化前なんですけれども、通常の小籠包にゃんこをね、見たことがないのでわからないんですけれども、まあ多分ビジュアルはそこまで変わらないかなと思います。この狂乱らしさがなくなったのが小籠包にゃんこなのかなと思います。で、こちら進化後ですね、進化後は狂乱の大籠包にゃんこっていうのかな、本当にもうね、かなりサイズがすごいんですけれども、まあ、まさかね、大狂乱ではなく大論法の方になっているっていうことでね、まあ、そこはちょっと謎なんですけれども、まあ、こちらですね、進化後かなり太ってますね。もうほんとでかいね。で、こちらなんですけれどもね、まあ、説明文を検索したところ、説明文が未実装って書いてあってね、こちらちょっとよくわからないんですけれども、まあ、性能がちょっとね、いまいちピンとつかめないんですけれども、ちょっとね、軽くね、情報の方を調べてみたんですけれども、普通のね、小籠包にゃんこ、まあ狂乱の小籠包にゃんこの方は、まあ動きはそこまでね、遅くはないらしいんですけれども、まあ進化後ですね、大籠包にゃんこになるとね、動きが遅くなるらしいですね。まあこれどうなんだろう、使えるか全くわからないですね。ちなみに普通のね、小籠包にゃんこはめちゃめちゃ可愛いです。で、しかもね、大籠包にゃんこもね、まあそんな可愛くはないけど、まあマシかなと、狂乱よりはマシかなと思います。でも小籠包にゃんこはめちゃめちゃ可愛いですね。まあこれすごい欲しいなと思うんですけどもね、多分ゲットできないかなと思います。これは残念。そんでもってね、こちらのキャラクターはね、ミャオハンケンパイパイの頭の上にもね、まあ、本キャラそっくりな猫が乗っかってるらしいんでね、後でちょっと見てみたいと思います。で、こちらのキャラクターなんですけれども、まあ、ゲット方法はですね、まあ、シリアルコードで、打つとゲットできるらしいんですけれども、まあ、日本版はシリアルコードもないしね、入手不可能って書いてありますね。まあ、だから台湾、本当に台湾限定のね、キャラクターかな。まあ、台湾でシリアルコードって使うのかわからないんですけどもね、ちょっとね、海外版のニャンコはやったことないで全くわからないんですけれどもね、いつか海外版もすごくやってみたいなと思います。ということですね、本日はですね、まあ、海外版の限定キャラクターですね、狂乱の小籠包ニャンコの方をね、今回ご紹介いたしましたんですけどもね、まあ、他にもまだまだね、面白いキャラクターがたくさんいるらしいのでね、ちょっと調べてみてね、ご紹介できればご紹介していきたいなと思います。ということで、本日の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。